大野の当たりはレフトに上がって、レフトに上がって、さあどうだ、入りました。ホームランの判定です。先ほどのエラーを取り返す長野のホームラン。表情は変えませんが、先ほどの悔しさをバットに乗せました。1点を返しましたジャイアンツです。このあたりはさすがベテラン。中橋さん、エラーを取り返すホームランになりました。そうですね、やっぱなんとかしたいという気持ちはねすごくあった中で、ちょっと冷静にね、いけたかなと。先ほどの2打席目がちょっと内寄りから入ってきた変化球だったんですけど、今のも外には投げてるんですけど、イメージがやっぱりさっき残像として内側からスライダーだったと思うんですけど、はい、それよりも甘めに来てるんですよね。あ、栗もこの表情ですね。すいませんと相澤に謝りました。若い力が台頭してきた。でもこれからの戦い、お兄ちゃんたちが頑張らないといけないんだ。そのお兄ちゃんたち、ベテラン